誘導との距離を取っている4番真鍋健太、5番大森に対しては突っ張るそぶり、内にコースを求めてくる5番大森光明、さあ早くも2番の西に内から進撃で3番手を奪おうという腹積もりか。4番真鍋、3番山田昭久、山田昭久は無風、3番手切り込んでくる5番大森光明、2番西徹はしのぎどころの周回になっていますが、さらに1車前5番大森光明が今度は3番山田昭久の位置を狙ってくる。真鍋健太の後ろ5番大森光明、赤番過ぎに内から切り込みで格乱を狙ってきました。残り1周の勝負で一気にスローペース、4番真鍋健太、後ろは3番山田昭久マーク死守で、インコースは5番大森光明、その後2番西徹、3番手はこの両者足比べになりました。先頭4番真鍋、後ろは3番山田昭久、3番手は差がつきつつあって、5番大森、外2番西、その後ろからは1番の橋本裕二が追い込んできて、3番手に上がるかどうか接戦だ。先頭4番真鍋健太降臨、2着3番の山田昭久、3着は差がつきながらも2番の西徹。